その道中ね、何度となく通った居酒屋があります。季節一品料理の藤原、ここの料理がめちゃめちゃ美味しいんですよね。酒飲みの私が、神戸ナンバーワンの居酒屋だと思ってます。カウンター席のみ、15人ちょっともね入ればいっぱいになるかな。メニューはねこんな感じで壁に貼られております。また仕入れによってね、おすすめあるんで、大将にね、それを聞いてみたらいいと思います。ここのお店ではねもうこの赤星の大瓶ばっかり飲んでますね。まずこの店の実力をね、知りたいならばこの煮物炊き合わせを注文してください。小芋、いんげん、ふき、ごぼう、肝、芋煮、マグロなどをね、煮つけたものなど、これがね、どれも味付け絶妙なんですよ。ちょっと薄めのね味付けが、こういう煮物系大好きなんでね、もうほんとビールのお供にたまらんですね。これも定番ですね。きずし盛り600円、サバとねタイの合い盛りになっております。ほんとこの優しい味がこの店の特徴です。うますぎです。さらにねここでね大将からね情報がありました。今日はねタイの子がねいいの入ってますってことでね、なんとねイカの白子との煮付け盛り合わせにしてくれました。素材にこの煮付けの天才がこしらえたもんですからね、うまくないわけなかろうもんです。そして倍返に、こちらはね最初から、辛いよりね出してもらいました。もう自分でやるとねこれ途中でね切れたりしてしまいますからね。私も金沢のね大道町市場で食べたことありますけどね、確かに美味しかったけどあまりにも値段が高かった印象です。大道町市場のぶら歩きはね、まあ、商店街好きにはたまらんかったですけどね。この日のおすすめ見てびっくりしました。もりもり3点盛りで1860円って、まあ、スシローでねもう満足している私にはねもう高級すぎます。さらにね北陸では、ブリ系が間違いなく美味しいですよね。ブリの3点盛り、この高級寿司店ではこの3点がね一番お値打ちだと思いました。間違いない激うまさでしたね。この高級なネタにはね日本酒やなとね、天狗米の純米にスイッチします。この日のおすすめ3貫、カンパチ、赤イカ、マアジですね。基本のね中華そばを頼みました。見た目は非常にオーソドックスなシャコマエ系です。まずはその茶褐色のね豚骨醤油スープからいただいてみますとね、あんまり豚骨の感じないんですよねこのシャコマエ系って。まあ何のね印象も残さずさらっと喉を通っていきます。チャーシューは、この薄めながらね、がっしりとした歯ごたえのチャーシューでスープとよく合っております。麺は中細のストレート、もっとやばいかなって思ったんですけどちゃんとコシがあってつるんとしたね喉越しで非常にいい麺ですね。